村から武田、そしてカーター、カーターから川村、スリーポイント決まりました。今日最初のスリーポイントを決めてきました川村勇輝、まあ、あとは森川選手ですね。横浜としてみれば岡本の流れながらのシュート入りました。ショットクロックのブザーと谷口、川谷抜いた、フローター気味、バスケットカウントになりました。ここは最後後ろ、ちょっとボールが手につかなかった、繋がらない、ミスになった。残り1秒だ、シュートまでいけるか。笛が鳴る前に先にブザーが鳴りました。